大阪五国神社は、大阪市住之江区にある神社。大阪府出身並びに、円故の純国の英霊十万五千余り柱を祀っており、祭神の柱数は、五国神社では、沖縄県五国神社、福岡県五国神社に次いで三番目に多い。現在は、神社本庁の別表神社。住之江公園の南西に鎮座し、神話は筋を挟んで、 墨の絵協定場に隣接している。墨の絵通りに面した正面鳥居は大阪府で最大の鳥居である。大阪府では1871年4月10日に創設された真田山陸軍墓地の敷地内に昇魂者が創建されたのが最初である。しかし、昇魂祭は西南戦争後は陸軍の拠点である大阪城内で、 1883年以降は中野島に建立された明治記念表前で1900年以降は上等連兵場で行われていた。なお、正確な時期は不明であるが、真田山の昇根者は1918年までには廃絶されている。昇根祭が長らく社前で行われなくなっていたことや、死な事変勃発後に英霊数計の機運が高まりを見せたことから、 1938年に大阪府知事が法参会長として五国神社造営法参会を結成し、創建予定地である住野江公園の南西の提出地を、府民のべ約36万人が勤労奉仕で約2年かけて埋め立てて内務大臣指定五国神社として創建された。1940年5月4日に鎮座祭が行われたが、人材、 資材不足のため正式な社殿の建築をすることができず仮社殿での鎮座であった。その後に正式な社殿の造営を行う予定であったが大東亜戦争の激化や敗戦後の混乱により着工できないままであった。戦後 GHQ による浸透指令の影響下における存続対策として認徳天皇を祭り何はグーと称していた。また、 神社本庁の別表神社に可列されている。社名はサンフランシスココア条約締結後の1952年に大阪五国神社にまた称している。こうした経緯から法案殿に任徳天皇をその愛とのに東郷平八郎を威発と共に祀るようになった。1 9六十年に造営法参会が結成され、1六十三年春に社殿が竣工し、 5月29日に千座祭が行われた。1970年7月15日に昭和天皇と皇純皇后が心配され、1978年5月31日には皇太子、皇太子妃が参拝されている。2009年10月24日に特攻有志の像が混流された。ありがとうございます。